タンタカタンタンタン。みなさんこんにちは、はるちゃんです。今月も楽しくお伝えします。最初の話題です。みなさん、ここどこかわかりますか？そう、ここは今からラベンダーが咲き誇るラベンダーパークタカです。今日は理事長の森本さんにお話を伺いたいと思います。森本さん、こんにちは。こんにちは。ラベンダーパークの見どころを教えてください。はい、今我々の後ろにこの広がっているこのラベンダーがストエカスラベンダー、別名フレンチラベンダーとも言いますが、今とっても綺麗に咲いています。次にイングリッシュラベンダー、小さい株ばかりなんですが3000株ばかり咲きます。ラベンダー好きの人にはたまらない品種と言われていますが、これが一番育てるのが難しい品種です。あと6月の下旬になってくると向こうの方にあるラベンダー1万5000本ぐらいを植栽していますが、ラバンディンラベンダーが見頃を迎えてきます。今から7月の中旬ぐらいまでラベンダーいろいろな花が咲いていくのを楽しんでいただけますので、どうぞ心を癒しにお越しください。そして6月1日から北播磨花のスタンプラリー2021が開催されています。パンフレットに掲載されている北播磨各市町の花の名所をめぐり、スタンプを3個以上集めてご応募ください。抽選で50名の方に5000円相当の北播磨の特産品が当たりますよ。期間は10月31日日曜日までとなっています。高町はここラベンダーパークにスタンプがあります。私も応募しよう。詳しくは高町観光交流協会までご連絡ください。ん？高坊どうしたの？お腹が空いた？そういえば私もお腹が空いたな。それではラベンダーパーク高のここご飯亭で多聞会ご飯でも食べていってください。おかわり自由ですからお腹いっぱいどうぞ。やった、じゃあ早速行ってみよう。はい、どうぞ。続いての話題です。高町の資料を集めた PR 動画が完成しました。この動画は高町出身の大学生が高町の城を巡りながら彼女を案内する内容になっています。皆さんは高町にある城、どんなものが思いつきますか？こちらの QR コードからも見ることができるのでご覧くださいね。最後にお知らせです。毎年夏の恒例となっている高町ふるさとの夏祭り、今年は新型コロナウイルス感染症の収束が見えない状況を考慮して中止となりました。また祭りができるようになる日を願って感染症対策を続けていきましょう。今月のタンタカタンタンインフォメーションいかがでしたか？タカ坊、フーコとハルちゃんでした。じゃあ皆さんまた来月。バイバーイ。